はい、どうもこんばんは。はい、で、今日は私はですね、天文学と現代社会という話をさせていただくわけなんですけれども、まあ、その中でですね、3つほどメッセージを伝えたいと思っております。で、ここにですね、今太陽と地球の絵が出てきましたけれども、これ皆さん大体大きさってこんなもんと思いますか。はい、もう笑われてる方もいらっしゃいますけどですね、これ実際の大きさに大きさを比に直してみるとどうなるかというと、まあ、こんな感じです。地球、これ見えますかね。見えませんね。で、まあ、大体ですね、大きさでいうと太陽というのは地球の100倍ぐらいあるわけです。で、実際にその太陽と地球がどれぐらい離れているかというと、まあ、この太陽が100個分ぐらいわーっと入っていって、その先にこの見えないような地球があるような感じになります。で、さらにですね、太陽系というものを考えてみるとどうなるかというと、で、太陽の周りを水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星が回って、まあ、冥王星、と書いてますけれども、まあ、今惑星というと、海王星まで、ですね、まあ、準惑星、ということに冥王星になってますが、で、さらにもっと言うとですね、実は太陽系外縁天体っていうのは、これよりさらにその外側に実は広がっていたりするんですけれども、まあ、ちょっと伝統的な話に従って、冥王星までと、こういうふうなことで考えています。で、この、太陽と冥王星までの距離が10メートルになるまで宇宙全体をぎゅーっと小さくしてきたとします。大体その、中学校とか高校とかの教室がですね、大体縦の長さが9メートルぐらいです。まあ、なので、まあ、その教室を思い浮かべてですね、一方の端っこのあたりにこう太陽がある。で、そのもう一方の端っこあたりをこう冥王星がこうぐーっと回っていくというふうな感じになるまで宇宙全体をぎゅーっと圧縮してきたとしましょう。はい、そうするとですね、太陽の大きさ、地球の大きさ、太陽と地球の間の距離、これ皆さん想像できますか。どうでしょう、想像できますか。もう答え出しちゃいますけれども、大体ですね、太陽の半径で1ミリです。で、地球はその100分の1なので、まあ、100分の1ミリですね、10ミクロンぐらい、という話です。で、太陽と地球の間が25センチなので、この半径1ミリの太陽の周りを 0.01 ミリの目に見えない地球がフワフワフワッとこう回っているような雰囲気になります。で、やっと冥王星がその端から端をずっとこう回るような感じで、これと同じ縮尺でですね、目に見える一番近い星までの距離、どれぐらいになるか想像できるでしょうか。はい、答え70キロぐらいになります。大体東京からでいうと小田原ぐらいまでの感じ。わかりますかね。宇宙っていうのは本当にそのこんな小さいけれどもですね、やたらピカピカ光ってる宝石みたいな天体があって、で、それが何十キロかおきにポツポツポツで、その間には本当に何にもない、もう目に見えない、ほこりみたいなのがちょっとあるかもしれませんよ、地球みたいなね、あるかもしれないけど、間何にもない、そんな空間が広がっている場所なんですね。で、しかしですね、ここで重要なのはですね、実は太陽と星っていうのは本質的に全く同じものであると、いうことです。わかりますかね。太陽ってやったら明るいですよね。で、星ってまあ夜に輝いてるぐらいのもので、まあ暗いですよね。なんですけれども、これ実はですね、自分で核融合反応をして光っている、エネルギーを作り出して光っているという意味で、全く同じものです。で、本来同じ明るさ、同じような明るさのものなはずなんですね。なんでこんだけ明るさが違って見えるのか。これ一重に距離なわけです。だいたい太陽、地球の間の距離に比べて、太陽から星までの距離も30万倍ぐらいあるということになる。この距離だけの話なんですね。で、この数十キロおきに宝石がポツンポツンとあるような感じの宇宙、こんな状況でもですね、宇宙全体で見ると星が密集している場所です。ギュッと集まっている場所です。それが銀河という名前で呼ばれるものですね。で、我々の太陽あるいは地球みたいなものが含まれている銀河のことを天の川銀河
と言います。この天の川銀河、この中だけで星の数、太陽みたいな星の数だけで、まあ、1000億個とか2000億個とか、いうふうな星の数があるというふうに考えられています。でさらに、目で見える、まあ、可能性のあるですね、宇宙の広さで考えると、この1000億とかいうような星の集まりである銀河、その銀河が1000億個ぐらいあるであろうというふうに考えられているというですね、何が言いたいかというとですね、宇宙とんでもなく広いわけです。で、こういう話をするとですね、こう、感想とかを書いてもらうと、なんかすごい人間がちっぽけなもんなんだなっていうのがよくわかりましたみたいな感じで書く人がいっぱいいらっしゃいます。とても正しいです。その通りです。その通りなんですけれどもですね、しかし、人間というのはですね、頭の中でこのとんでもなく広い宇宙というのを考えることができるんですね。人間の想像力というのはそれぐらいの可能性を秘めているものであるというのが、私からの、まだ、最初のメッセージになります。で、次に太陽の話に進めていきます。太陽というのは、まあ、ビカビカに、まあ、光っている、我々にとってそう見えるものなんですね。で、そのエネルギーによって地球上の生物は全て生かされているというわけです。太陽の光のエネルギーを使って光合成で植物がエネルギーを作ります。それを草食動物が食べる、それを肉食動物が食べる。人間みたいな雑食のものでは全部食べちゃう。ということで地球上にいる生物のエネルギーというのは全て基本的に太陽のエネルギーから来ていると言えるわけです。で、あるいは、今頃だんだんですね、暖かくなってきて、今日なんかもちょっと歩くと汗をかくぐらい。な感じになってきてますけれども、この地球の暖かさっていうのはどこから来てるかというと、これも太陽の光ですよね。もし太陽がですね、今突然光らなくなったらどうなるか想像します。いきなり地球が冷えて全球凍結ですね、というふうなことになります。それぐらいですね、太陽のエネルギーっていうのはバカでかくてですね、でその恩恵を受けて地球上の生物というのは生活しているわけです。なのですけれどもですね、太陽が与えてくれるものというのは恩恵だけではない。ここに、図を出したような感じで、太陽表面でですね、ものすごい爆発現象が起こったりします。フレアと呼ばれます。フレア、この図で、お分かりのようにですね、うわーっとこう吹き出るようなものがあったりするわけです。で、さっき言ったように太陽の大きさというのは地球の100倍の大きさがあると言いましたけれども、ということはですね、この大きさが吹き出ているものというのは、この地球の何十倍もあるような大きさのものがふわっと吹き出る、こんなことが、起こるわけです。で、さらにその吹き出てくるもの、これですね、実は太陽というのは基本的に水素の塊で、水素ガスの塊だと思ってもらっていいです。で、この水素ガス、こう宇宙をバーッと進んでくるときにですね、水素イオン、プラスの電気を持った水素イオンとマイナスの電気を持った、電子、これにこう分かれてですね、ブワーッとこう吹っ飛んでいくような、感じになっています。すなわち、巨大な電気のエネルギーとか、まあ、磁気のエネルギーとかも含めてですね、ブワーッとこれが宇宙空間が飛んでいくような感じになるわけです。それが地球に当たると、どうなるか。もちろん、あさっての方がいいこともあるんですよ。あるんですけども、本当に地球にガーンと直撃するようなことがあります。どうなるか。綺麗な話としてはオーロラなんですね。北の方とかですね、で光っているように見える、空気が光っているあのオーロラ。あれは、まあ、非常に綺麗な話で、それだけで、それでいいんですけどもですね、実は、それだけではなくて、その本当に巨大なエネルギーの電気とか磁気を持ったものがブワッと飛んでくるのでですね、それによって、その電線にですね、やたら巨大な電流がドーン落ちてですね、宇宙の中にある電気製品にゴーンとこうダメージを与えてしまうとかいうようなこともありえますし、まあ、雷が落ちたような感じです、ありえますし、あるいはですね、実際に起こった話ですけども、1989年、カナダのケベック州でですね、変電所ですね、変圧器が逆流してきた巨大な電流でドーンと壊れちゃってですね、600万人ぐらいの人が9時間にわたって、停電してしまう、というふうなことが実際に、あったりしました。あるいはですね、地球の空気がですね、ふわっと温まって、ふわっとこう上昇していく。
で、そうすると、そので、空気を頼って、電波を飛ばしていたのがですね、思ったところに電波が届かなくなって、通信障害が起こるとかですね、あるいは空気がふわっと上がっていくことによって、人工衛星がその中を通っている、で、空気が上がってくるもんで、空気抵抗が増えて、勢いを失って落ちちゃう。実際に起こったことです。で、こんなことがあり得るわけです。あるいはその、フレアによって出てくる X 線とか紫外線とかで、被曝なんていうことが実際に起こる、起こり得るというふうなことになります。で、このですね、太陽フレアのエネルギーなんですけども、フレアの大きいものっていうのは、起こる。で、その大きいものが起こるとですね、地球への影響っていうのも、大きくなる可能性が、高くなっていくわけですね。で、これまで観測された一番大きなエネルギーのフレアぐらいのものが起こるとですね、地球上で200兆円規模の被害が出る可能性があるというのをですね、2008年 NASA が研究報告として出しています。で、今現在ですね、これもう15年前の話ですから、その時よりももっと電気あるいは通信というものに頼る生活になっているので、もっとひどい被害が出る可能性があるんです。で、太陽フレアっていうのは基本的にエネルギーが大きくなればなるほどその頻度は下がっていくことが、太陽の研究で分かっています。ですがこれまでの太陽の、研究の歴史ってまだせいぜい100年とかそんなもんです。数百年、数千年、1万年とかいう規模で、見るともっとごついフレアが起こる可能性があるかもしれないですね。で、これを研究しようしなあかんってことになるわけなんですけども、すごい関西弁ですいません。で、その太陽でですね、起こるの待ってられないわけですね。待ってたら起こって困っちゃうかもしれない。で、考えるわけです。天文学者考えるわけです。太陽1個10万年、研究するのですね、太陽に似た星、最初に言った通りで、太陽として同じものなので、太陽に似た星っていうのが存在して、これ10万個ですね、1年観測すれば似たようなものになるんじゃないかというふうな話になります。で、実際にですね、これ、非常にタイミングのいいことに、その研究にですね、やたらよく使えるんですね、ケプラー宇宙望遠鏡のデータっていうのが公開されました。で、我々のグループがそのデータを解析したところですね、これまでに観測された最大級の太陽フレアの10倍以上、もう下手したら1万倍とかのエネルギーになるようなフレアが起こってるよ。分かっちゃったわけです。でですね、起こるんだったら、それはちょっと、スーパーフレア起こってる星、ちゃんと徹底的に調べなあかんねえっていうのが、今の段階で、いろいろ調べているわけなんですけどもですね。こんな感じで、太陽っていうのは本当にその、本当に地球上に存在している生命全てに対するリスクというのになり得る可能性があるわけです。で、それでですね、今我々は、スーパーフレアを起こす星っていうのはどういう星なのか、太陽と本当に似てると言えるのか、全然違う星なのかですね。あるいはそのスーパーフレアが起こるんだとしたらその予兆現象は何であるかとか、あるいはその辺はよく調べていて、で、ちょっとした応用的な話として、地球に本当に、被害があるとしたら具体的にどんな被害があるのか、あるいはその防災が可能かというふうな感じのことを調べて、将来的にこう調べていければいいかなというふうに、思っております。これが2つ目のメッセージなわけなんですけども、今すごく怖がらせるような感じで言いましたけどですね、今すぐ危険というわけではないんですけども、不必要に怖がる必要はありませんというところは、一応覚えておきます。で、最後にですね、これ私の大好きな言葉なんですけれども、アンダーワンスカイ、国際天文学連合というのがですね、2019年に、創立100周年を迎えました。その時の標語です。アンダーワンスカイ。日本語で一つ空の下という訳されているんですね。で、日本語では昔から一つ屋根の下という言葉があります。一つ屋根の下のうちで、家族のように、あるいは家族同然として仲良く暮らすというふうな感じです。アンダーワンスカイなわけです。我々はですね、地球上のどこにいてもですね、どんな肌の色をしていてもですね、どんな言葉を喋っていても、あるいはどんな文化背景があったとしてもですね、同じ太陽を見て、同じ月を見て、同じ星を見てっていう、本当に一つ空の下で暮らしているですね、生物なわけです。いろいろですね、最近いろいろ、地球上でいろいろきな臭いことがありますけれどもですね、紛争もいろいろ起こっておりますけれどもですね、もっとですね、長い目で見る、あるいはもっと大きな視点に立ってですね、一つ空の下で暮らす家族同然のようにですね、なっていけるようにしていきたいなと
というふうに思います。これが私からの3つ目のメッセージです。はい、私の話はこれまでになります。ありがとうございました。